おはようございます。はい、今回も振り返りやっていきます。今回は育成ナンバー03岩蔵の育成の振り返りです。なので育成編の動画を見ていることを前提でお話ししますのでよろしくお願いします。とは言ってもね、今回あんまり振り返ることないんですよね。まずはステータスから見ていきましょうか。はい、こちらが最終ステータスになりました。まあ、パラメータの方はね、ご覧の通りフルモンになっちゃいました。これはね、ほんとやりたくなかったの、フルモンは。まあ、なぜこんなにやりたくないって言ってるかというと、まあ、一応ね、何体か育てていくつもりなんで、何体かの1匹にするつもりなんですよ、この岩蔵。で、フルモンしちゃうと、もう特徴もクソもないんで、あんまりこうコンセプトに合ってないなと、動画のね。で、もう一つは、まあ、この後に育てたモンスターが、やっぱり見劣りしてしまうから、あんまりこういうのはしたくなかったというのが本心なところなんだけど、まあなっちゃいました。まあなっちゃうということです。本編でも言ったかもしれないけど。じゃあなぜフルモンにすることができたのか、こちら話していきましょう。一つは、まあ、前回の粘土炉でもそうだったけど、やっぱり晩生。それと390周っていう比較的長めの寿命。この二つが合わさると、本当にピーク、まあ、伸びる期間が長いんで、もうそれだけステータスがよく伸びると。まあ、390で慢性だったら余裕に行くね。これは行きます。まあ、そういう感想でした。そんなに粘ってなかったんで、まあ、普通に最大値狙っていってたら行きますね、これは。で、まあその要因の一つとして、やっぱ激酔い。やっぱり最大値狙う上で大成功が出るんで、その合間合間に。これがまたよく伸びると。大成功はね、特にこう、低い適性において大きな効果を発揮するんで、それで苦手なステータス多いんです、製造所って。それも大きくカバーできたかなと。で、まああと一つ大きいのは、やっぱり習得技の少なさですね。まあこれは次の技の部分でも話すんですけど、もう少ないんで、覚える技が。技自体少ないし、製造所って。ほんで、今回僕が覚えてきた技も5個だけなんで、もう寿命の減少が非常に、少ないと。それだけステータスアップの方に回せる。で、技も技で、使い込み技一切ないんで、大会による寿命の減りも最小限に抑えられたと。まあ、この辺がやっぱりフルモンになる要因ですし、逆に言うと、これだけの条件が揃っていれば、バナナとか、そういう延命しなくても、フルモンにはなるということです。次は、技のチョイスについて話していきます。まあ、動画内でも言ってたんですけど、まあ、なぜこの技にしたか、どういう理由で、この技を選定したかというと、まあ、僕の中で、有用かなと思うものを選びました。じゃあ何をもって有用かというと、まずね、最大火力のベロビンタ。このベロビンタは末造種の技の中で最もダメージの数値が高いんですね。まあ、なんでこれはいるかなと。基本的に火力ないんで、この人。最大火力のベロビンタは欲しいということで。で、逆に噛みつきは、まあ、優秀なんですよ。それなりにダメージ出て、ガッツダウンもあるし。だけどまあ、あのダメージ量なら別にいいかなっていう感じで。わざわざ10周叩いて覚えに行く必要はないかなと。それなら噛みつき飛ばしてベロビンタを覚えに行った方がいいかなという考えで、ベロビンタを覚えました。で、次はね、賢さ技のダメージソース、熱視線。賢さ技で大きなダメージ狙える技がないんですよ、製造所って。その中でもまあダメージ C でクリティカルも高めになってる熱視線が、まあ、賢ささの中では最もダメージを狙えるかなと。賢さの低い相手に有用なダメージソースになるんじゃないかなということで。まあ、あと距離4の技が結構薄いんで、こいつ。まあ、そういう意味でもカバーできるかなということで、熱視線を覚えました。で、同じくクリティカル技にテレパシーあるんだけど、まあ、あれはいいかなと。ダメージ、命中、クリティカル全部パッとしないしね。モーションはすごい好きなの。音とかもかっこいいし。なんかインテリな末造に合った技だし、好きなんだけど、まあ、熱視線覚えるならいらないかなと。
序盤のねダメージソースとしては僕は有用な技だと思うんですけど、完成形を見た時には邪魔かなということで、切りました。次は高命中低燃費のテレポート。これはね逆に上位技を覚えずに開発のテレポートを覚えました。まあ、命中高い、燃費すごくいい、消費ガッツも低いし、技のモーション時間も短いし、でガッツダウンもまあまああるしで、非常に優秀なこう力技の中で命中張れる技だなと。力技で命中率高い技テレポートぐらいしかないんで、こいつ、まあ、これはもう必要だなと思って取りました。でこのテレポートの上位技に、まあ、サイコキネシスっていうのがあるんですけど、これもね命中率非常に高くて優秀な技なんですよ。まあ、ダメージ低いし、まあ、テレポートあるならいらないかなと思って切りました。あ、別に覚えてもね問題ないと思います。まあ、賢さ技で高命中で優秀な技としてツバ吐きがあるんで、2の距離にわざわざ取る必要はないかなと思って、これはねもう取りませんでした。え、次は開幕で高ガッツダウンを狙える歌うはね、すごくガッツダウンが高いんですね。でその分消費ガッツも結構なものなんですけど、こう技の他のステータスと比較するとね、決して燃費がいい技ではないんだけど、開幕で高ガッツダウンを狙えるのはいいかなと。これが4の距離にあるっていうのは僕は結構有用じゃないかなと思って覚えました。まあ、逆に外したら終わりだけどね、そういうギャンブル性も秘めてる。で最後はロマン技クー。僕はね決して強い技ではないと思う。ダメージ B、 命中 B で、まあ、割とねダメージも命中も高めなんだけど、まあ、ガッツも大きいし、ね、ダメージ A ぐらいやったらいいんだけど、 BB ってのはちょっと弱いかなと。わざわざ45はたいて使うだけのものがあるかなと思うんだけど、まあロマンよ、もうスエゾーといえばクーよ、初代ヘンガーのファイナルソードみたいなもん、そういう立ち位置でまあまあ覚えようかなと覚えました。まあ、2の距離ツバしかないんでね、あってもいいかなということで、まあこういう形になりました。技はガッツダン技がないんだけど、一つもね、舐めるキッス、これわざわざ覚える必要あるかなと。確かにね大きなガッツダウン狙えて優秀な技かもしれないけど、基本的にどの技でもガッツダウン狙えるし、やっぱり命中ダメージが低いで、消費ガッツもまあ決して少ないわけじゃない、多いわけでもないんだけどね、でモーション時間も割と長いし、キッスはねあってもいいかなと思ったんだけど、初期ステータス的に舐めるを切れないと思って、賢さがちょっと高めだったから、舐めるを切れずにキッスを覚える気はないかなと、そこまでして必要ではないかなという形で見送りました。まあ舐めるキッスはスエゾーの代名詞みたいな技でもあるから、そういう意味では覚えるとね非常に絵になるし面白いんだけど、まあ今回は有用な技というコンセプトで技を選んだんで、もしねもう一匹スエゾー種育てることがあったら、次はスエゾーっぽい技で揃えるのも面白いかなと思います。はい、以上が技の、チョイス、技の選定理由になります。はい、前回のネンドロと今回のイワゾーで晩成がね続いたんで、晩成育成について感じたこととか再確認したことを話していこうと思います。晩成育成のコツなんて偉そうなもんじゃないけど、ここは気にしておかないといけないなというポイントが一つあって、その一つがピークの後の短さなんですよ。これはねもう理解してる人も多いかもしれないけど、この短さがね結構ポイントになってきます。っていうのも他のタイプだと基本的にピーク前にまあある程度技と大会を進めて、でピークはがっつり育成して、でピーク後に、まあ、残った部分、まあ、S 公式とか4大大会とか、もしくは技の使い込みをそこで兼ねていくっていうのが通常の育成パターンになると思うんですけど、それに唯一ハマらないのが晩成なのかなと。あまりにもピークの
後が短すぎるので、それをしてると寿命が足りなくなる可能性があるんですよ。特に週送りを制限してる人はね、週送り OK だったら、まあ、そんな気にしなくていいと思うんですけど。なので重要なポイントの一つは、序盤にどれだけ大会のランクを上げられるかっていうのがポイントになると思います。さっきも言った通り、ピークの後の寿命っていうのはもうあってないようなものです。なんでまあ普通に育ててると準ピーク後半を犠牲にすることもあると思う。まあ、育成プランが甘いって言われたらその通りなんだけど、まあ、僕もね実際準ピーク後半結構切ったりしてたんで、これはねなーなーでやってると陥る可能性がある状況ですね。なので序盤に大会ランクを上げる必要があると。でも序盤ってやっぱステータス伴ってないから、まんべんなくね上がってるわけじゃないんで、突破なかなかできないのよ。特に B とか、まあ、最悪 S とかまでいけりゃいいんだけど、まあ、S 難しいじゃない。なんでもうコツはね、なるべく極端なステータスを序盤に作ること。例えば回避だけとか、力と命中だけを上げるとか、まあ、できるだけ量適正のものがいいよね。そのモンスターにとってやっぱそれだけ伸びるから。例えばなんだろう、こうハムシューだったら、もう力と回避だけ、最悪回避だけ上げて、見込みのある運ゲーをしていくと。とりあえず相手の技避けまくると。でこっちも技打ちまくると、当たらない前提で。一発当たったら OK だし、まあ、当たらなくても消費ガッツ量で、判定勝ちを狙うとか、そういう見込みある運ゲーで、大会を突破していくのが有用かなと思います。あんまりまんべんなく座ってると絶対勝てないんで、B とか S になってくると。こういう育成をすると、ちょっとは突破できるかなと。で後半ピーク終わってからの後半が余裕が出てくるかなと思います。でまあここまで話しててやっぱり気づくことは、技の使い込みに関して一番向いてないんじゃないかなと。男性っていうのは、まあ、使い込みにって一概に言うとそうじゃないかもしれないけど、特に言えるのが超必殺技の使い込みね。これが一番向いてないのは男性だと思う。序盤にねうまく B 公式突破できりゃいいんだけど、やっぱできない場合、できたところでそっから使い込みがあるから、そうするとピークかぶっちゃうし、でピークを犠牲にして使い込み、ちょっともったいないなと。じゃあピーク終わってから使い込み、寿命が厳しいぞというので、やっぱり後半に使い込まざるを得ない技、上位技のさらに上位技とか、そういうのの使い込みは非常に厳しいものがあると思う。万世はその辺はね、やっぱ早熟や持続の方がピークは短いといえど、技の使い込みに関しては非常にプランが組みやすい、そのピークのタイミングになってるから、早熟持続の方が育てやすいと思う。まあ、だから逆に言い換えると、ステータスだけを考えるなら、まあ、圧倒的に盤性が有利と、まあ、一般的に言われてる通り、使い込みを鑑みると必ずしもそうとは言えないということを再認識しました。はい、これで今回の振り返りは終わろうと思います。まあ、特に深い話はなかったですね。盤性は強くなるし、使い込みはちょっとやりにくいな、そんなもんです。次回はね、もう育てるモンスターは決めております。盤性が続いたから、次は早熟でも育てようかなと思って、ちょっと軽めのあいつを育てようと思います。今回もありがとうございました。もしよろしければ次回の動画も見てください。さよなら、バイバイ。